上武鉄道、上武鉄道は埼玉県小玉郡下三町の炭僧駅と西武化学前駅の間を結ぶ鉄道路線、日丹線を運営していた鉄道事業者である。1986年昭和61年に鉄道路線を廃止し、以後も群馬県高崎市倉賀の日本橋を置く通運会社として存続していたが、1998年平成10年に 解散広告を行い事業を停止している。元は太平洋戦争中の1942年、昭和17年に日本ニッケル株式会社が群馬県田野郡にあった田野鉱山、ニッケル精錬所と神奈川を隔てた埼玉県小玉郡にあった和若泉成功所の専用鉄道として指揮した鉄道である。戦後、 軍需物資の輸送に頼っていた鉄道の維持が困難になっていたことと、沿線自治体の要望により1947年、昭和22年5月に地方鉄道に転換し、旅客営業を開始したもので、運営は日本ニッケル鉄道部、通称日本ニッケル鉄道と呼ばれたが言った。1960年、昭和35年に日本ニッケルの鉄鋼部が、旭化学肥料に譲渡され、 西部化学工業、現、朝日工業が発足したことに伴い、日本ニッケルの一組織であった鉄道部が独立し、1962年、昭和37年に、上部鉄道となった。1943年、昭和18年11月には、軍需物資である、クロム鉱石などの輸送を目的とし、終点付近から分岐して、 和解泉村渡る瀬に至る 2.3km の延長計画が立てられたものの、資材の調達ができず、翌年断念された。戦後は、地方鉄道転換と共に延長を申請し、1946年9月に免許がカフされたが、今回も資金の目途が立たず、1966年、昭和41年に免許は失効した。地方鉄道転換後は、 途中に停留所、駅が増設されたが、1日の利用客は10人を割り込む状況で、実態は専用鉄道同然であった。1972年、昭和47年12月いっぱいで旅客営業を廃止し、貨物専業となったが、沿線住民からは特に反対はなかったという。その後、貨物輸送は、積み替えの必要のないトラック輸送に切り替わり、 1986年12月に廃止された。1980年代の上部鉄道では、日本国有鉄道、国鉄で廃車となった大量の車両の解体が行われていた。貨車は有に及ばず旅客車までが西部科学前駅に送り込まれ、次々と解体されていった。西部科学工業では、日本ニッケル時代からスクラップの再生製鉄を行っており、 そのノウハウを生かした副業が国鉄末期の需要とマッチしたものであろう。廃線後は大部分が遊歩道、炭層駅寄りの数キロはセンターラインのある車道になっており、上川中学校前と寄島駅のプラットフォームが保存されている。炭層駅跡は上川町が借り上げ、町の花である秋桜畑にしていたが、二千四年、平成十六年四月頃に、 宅地分譲をされるために、残っていたホーム跡と一緒に、さらちにされ、当時の面影は残っていない。地元では、日丹線、ニッケル線の愛称で呼ばれていた。1963年のダイヤでは、定期列車4往復、不定期列車5往復が設定されていたが、実質的には、定期列車4往復のみの運行であった。主に混合列車で運転され、貨車の後に、 木製の二軸客車一両を連結して、ディーゼル機関車が牽引する形態であった。終点の西部科学前駅では、直前で列車を停止して、最後尾の客車に連結手が乗り込み、再発車後、客車は走行中に解放され、機関車と貨車が側線に入った後、タイミングを測ってポイントを切り替え、客車だけがホームに侵入するという運転を行っていた。また、 駅でなくても、線路際で手を挙げれば、列車を止めて乗車できた。末期のダイヤは1日1往復で、炭走西部科学前館の運転時分は24分であった。旅客営業廃止時、炭走駅上川中学校前駅青柳駅、寄島駅西部科学前駅。炭走駅には、数本の側線を挟んで専用の単式ホームがあり、国鉄線と線路が連絡していた。 中間の停留場はすべて一面一線の防線駅で、ホームは客車一両分の長さしかなかった。終点の西武科学前駅は、西武科学工業、若泉工場の敷地内にあり、自転車置き場や構内通路と一体となった旅客ホームがあった。同駅構内には車両基地があり、機関車や客車が留置されていた。上部鉄道に在籍した蒸気機関車は、 専用鉄道としての開業時に、飯山鉄道から譲り受けた一両のみというのが、通説であったが、三両とする説もある。3以外は、A1 と8。いずれにしても3以外は、国鉄、または、西武鉄道からの借入れ者で占められていた。このほか、1942年に、国鉄から1165、1150系、または1070。 1070系のいずれかを短期間、借り入れた記録がある。上部鉄道のディーゼル機関車は、DB102 を除いて全て他社からの譲渡車であり、中には、ディーゼル機関車早々期の車両もあるなど、極めて多彩なものであった。最初に入線した D1001 と、借り入れ車の D21 以外、全ての車両が1986年の路線廃止まで在籍した。 上武鉄道の旅客列車は混合列車であったため、その輸送はすべて客車に委ねられていた。しかし当初より、旅客人員が少なく、空気を運ぶ状態も多発したため、車両はすべて小さな二軸客車のまま終始した。主要な車両は、西武鉄道からの借り入れもしくは、譲り受け車両であった。なお、旅客営業開始時に、客車調達が遅れたため、鉄道省より、 那覇ふ14,151を一時的に借り入れていたことがある。上部鉄道は常日の通り客車によって旅客営業をしていたが、ゆくゆくは機動車化する構想があったようで、1946年に旅客営業を始める際、飯山鉄道とキハ51の譲り受けを交渉している。これは実現しなかったが、後年無縁化に際してキハ2,400を、 譲り受けするに至った。しかし、結局、旅客営業廃止まで機動車列車が走ることはなかった。もともと専用線である上部鉄道で一番多かったのがやはり貨車であった。一両を除きすべてた会社からの譲り受け車両である。国鉄との乗り入れ条件として提示された時空手の二段リンク改造を受けられず廃車になった車両が多い。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。